工場のドアの前ではアラスカ犬が鉄の檻にきつく縛られ、毛並みはまるで現状を映し出すかのように乱れていた。その目は果てしない孤独と自由への渇望を物語るかのように、深い悲しみと無力感を示していた。空になったフードボールから見ると愛情不足と空腹という日常と分かって、犬は遠いところを眺めて目は輝いて期待していた。その瞳の隅々までが静かにぬくもりとケアを求め、この冷たい檻から抜け出して自由を取り戻し、陽光を浴びることができる日を心待ちにしていた。通りすがりの親切な女性が束縛されているこのアラスカの子犬に注目し始め、彼女が子犬の様子を見に近づくと、子犬の目は長い間失っていた親密さを感じ、まるで希望の光を見たかのようだった。子犬は率先して頭を近づけて女性に触れられるのを心待ちにしていた。彼女はすぐにバッグからヨーグルトや新鮮な食べ物やジャーキーなどを取り出して子犬に食べさせた。興奮した彼は餌をガツガツ食べ、長い間このような美味しいものを食べていなかったことが明らかで、喜びと感謝の表現として嬉しそうに尻尾を振った。翌日約束通り女性が到着し、彼女はさらに食べ物を持ってきただけでなく、犬の身の回りも掃除し、特別に木製のキャビネットを見つけて、子犬が寒い夜でも安らかに眠れるように温かい末を作った。彼はこの様子を見て理解したようで、まるでこの親切な女性に何かいるかのように、信頼と依存に満ちた目で彼女の周りに嬉しそうに飛び跳ねた。それからの数日間、女性は犬の生活に欠かせない存在となって、毎朝彼女は愛と期待に満ちてアラスカ犬を訪ね、栄養バランスがいいドッグフードと新鮮な水を用意し、同時に遊びにも付き合うことを忘れず、もともとケージの中で眠っていた生命を今生き生きとして戻ってきた。子犬の窮状を目の当たりにして女性の心には静かに強い願望が芽生えて、彼女は勇気を出して工場の責任者と相談し、ようやく理解と協力を得ることができて犬を飼うことを決めた。この新しい家族の一員を迎えるために、女性は慎重に送迎を手配して特別にミニバンを呼んで慎重にキャリーに乗せた。そして動物病院に連れて行って、そこで子犬の乱れた髭をブラッシングで整理されてきれいにした。さらに彼のために健康状況を確認するために健康診断が行われて、動物病院では女性が子犬の変身の旅を体験した。プロの獣医師の入念なケアの後、子犬の毛は徐々にきれいになった。その大きな瞳は新しい命へ期待しながら輝いて、新しい生活を送られて感謝していた。外見の変身だけでなく子犬の心の健康にも気を配っていて、血液検査や寄生虫検査や予防接種や骨の発育評価など、徹底的な健康診断プログラムを通じて、彼女は子犬が良い生活水準を満たすようにして、健康であれば本当にのびのびとした生活を楽しめた。同時に女性は犬の知識について積極的に学び、子犬のために高品質のフードや快適なベッドやおもちゃなどを購入し、よく育つために思いやりの環境づくりに努力していた。彼女は全ての命が尊重されて大切に扱われると確信しており、子犬は彼女のペットになるだけでなく、彼女の人生にとってもかけがえのないパートナーにもなる。結局女性の世話と愛情のもとで、かつては野良犬だったの子犬は新しい生活で輝いて、愛と希望に満ちた道路で歩んでいます。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。